アバス・ラルサ。まあ、ホラーゲームっぽいんですが、どんな感じでしょうか。おー、おーお、ーおー、なるほど。雰囲気めちゃくちゃいいじゃん。わっ。なるほど。子供の笑い声か。なんか、サイレントヒルみたいな、そんな雰囲気あるね。そういうホラーゲームなら、まあまあ、ちょっと面白そうですね。見てみましょうか。えー、値段、100、あははは。100円。いいっすねー。そして、えー、ナルコゲームズキットを購入するバンドル。えー、50%、お すごい、ここまでさ、50%オフドーンって来てさ、いらねーと思うアイテムないよね。世界一魅力的じゃない50%オフ。なかなかないぞ、これ。たぶん満場一度みんな買わないよね、こ50%オフね。えー、で、このゲームについて。なるほど評判どうなの逆に。おすすめいいじゃん。精神病院で寝ている。 えー、病連島の精神病のウラット君、ブラット君の精神世界から脱出するゲーム。あ、じゃあやっぱりそういうまあ精神チックなコラー雰囲気あるんでしょうね。いいじゃんいいじゃん。おすすめしません。えー、価値がないゲームで買わないで。はい、買います。えー、お願いします。えー、今回ね、こちら、アバス、えー、ラスト、アバスラルサ、えー、実況していきます。お願いします。よし、やっていくか。アバスラルサなんですが、えー、っと、すいません。タイトルが <laughs>、タイトルちょっとないんだけど、これどういうことこれ。 でロードゲームってあるんですが、めちゃくちゃスロットあるんだよね。いかにもなんかめっちゃセーブできますみたいな。タイトルなくて、アバウトはあ、な <laughs> 何か書け。ちょ、なんでここにタイトルがあるんだ、これ。絶対これ制作者間違えてるでしょ、これ。ここにタイトルはあって、え、えっと、本編にはないと。わ、まあまあ、かりました、わかりました。とりあえず、まあるあるなんだよね、これ、クソゲー。とりあえず、行ってみようか。なに <laughs> <laughs>、なに、その、かい <laughs> 何はなに、もう、ニゃースって。鳴き声大会か何か、これ。あ、いるじゃん。これ、まずい。1個ゾンビだよね、これ。 あとこれ <laughs> これ右下のこの切り抜き何この雑な若干まだなんか残ってるけど切り抜きの跡がえこれゾンビっすよねちょっとホラーホラーゲー苦手なんでこれん何かされないあ近づいたら殴ってくるんだこれ近づかないと殴ってこないってな何たら無害なゾンビなんだこれ案内人かなちょちょっとこれバットじゃないよねこれ無視していいのかちょ暗いなこれわかりましたとりあえずおっ何か落ちてるプレス E to pick up あ これや,やっていいのじゃあ。ははは。普通にやれましたね。椅子だ。謎の椅子がある。あ、特にこれといって。おこういうの起き上がってね。ばってこないんですかな。あー、なるほど。ちょっと、ホラー系は僕得意じゃないんだけど怖い。怖いのは怖いんですよね。よろし。わああわわ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 わえ、なになにほんとそもだ。はっはっは。はっはっは。ちょっと。ははは。 このゲームの幽霊はもしかしたらあのおならしないと出てきちゃいけないみたいな視聴なんて、ですかに。おお,お、いるやん、お前。あ、ぬーって倒れんだ。で、この二人の、これは別に襲ってこ、こ、来なかったですね。ブーっとおならする割には襲ってこないっていう。非常になんかこう、優しいですね。ただここやっぱ出ないといけないと思うだ。だから代筆やっぱ怖いんだよな。ほんとに僕、コラーゲー得意じゃないんで。 こういうなんかね、閉鎖的な感覚はすごい恐怖心ありますね。こういうとこだとやっぱ出れないんだよね、簡単には。でさ、こう転がらせるって、これスタート地点か。そういうゲームだと思うんでしょ。弾が残り5発しかないな。ちょっと急ぎで、いろんなとこ行ってみようか。あ、これなんもない。あニャース来たあそれ、それニャースってなんだそれ、音鳴ったらゾンビ出るってことこっち、はなんか釣る。 やばい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 。<laughs> <laughs> 出た。<laughs> うわわわわわ,わ怖い怖い怖い耳元で耳元でやんないやんない。うわわわ <laughs> ここ怖いここ怖い !ASMR みたいなその下手な YouTuber の。やめてよその耳元で囁く怖さ。ホラーゲームって視覚から来るもんじゃないんだ。このゲームはこう、聴覚から来るんですね。なかなか斬新な発想ですが。うわー怖かった今の。では早速ちょっとホラゲーしてきたな。ただこっ、 ちょっと、ど、ど、どういうこと何すればいいのこれ、味方かなんですかねあれは。あ、弾が弾がねえ、弾がねえ。ちょっと、っははは。な、な、な、えこれ、キョンシーの練習ですかな、あれは。キョンシーの練習してますね、ゾンビが。なるほど、中国への進出も図っていると。さこれちょっとやばいぞ。ライフがこれ、66、まあ、結構あったな。あっ、あっ、なんか、やべえのいる。あいつもニャース。 ちょっと待ってこうこの小屋なんかないのこれあココルトがあったコルト弾補充できたじゃあこいつ <laughs> ちょっとこれはヨガのポーズしてますわかりました、ね、やりましょうああゾンビもねやっぱそういう痛めるとこ多いと思うんでね腰とか肩の節々をそういうのはちょっとかわいそうに僕も同情しちゃいますねあれはこれマイケル・ジャクソンのさ

何なんだ、この、こっち見んな、こいつ。ちょ、ちょっと待って、なんか、やべえのいるんだけど。ぱ <laughs> りこっち来ないんかよ、お前。お前、にゃーすって言ってお前逃げるんか、お前が。わ <laughs> わ <laughs> <laughs> そっち行く、そっち行くな、お前ら。そっち行くな。せめて、も追って来い、俺を。あ、来た来た来た。さすがにそうだな、そびそっい、追わないんかい追わないんかい、お前は、お前で。お、なんか来た。ちょ、ちょ、わはっは。ちょっと、ちょっと待って待って待って、武器ない、武器ない。 ええー、じゃあ、罪っぽいじゃん、これ。罪でしょう多分、こいつら全員倒す。<laughs> あの、ちょっと、普通に歩いてます、しいな。せめて、せめて、もはや、なんか、この、歩くのすらやめましたね、このゾンビは。せめて、歩いてきてほしいな、ゾンビには。この、ヌーっとくんやめてほしいな。一旦、じゃ死ぬか。一旦やら、倒してもらって、じゃあ、これで、もう一回、ちはははは。<laughs> <laughs> <laughs> 弾末魔だけはすごいな。ちゃんと多分、全部ゾンビ倒したら、 何かかかってくんのかなちょっと一旦ここまで戻ってきたから、こいつをやるか。このおっさん、OK 倒して、あ、何も起きないわ。で、ここは結局、ザ・ドアズ・ロック。あ、鍵か,かかってますと。えー、じゃあ結局ダメなんだ。こいつ倒しても。えー、じゃあ探索もっとしてみますか。おなんか公園に来た。あれっしょ、さすがに子供の幽霊みたいなの来るんじゃない子供のゾンビとか。

あのー、まあなんとかここまで持ってこれましたはいこれで鍵取ってやっと進めるとさっきこれ落ちちゃったんですよ PC が次は大丈夫っぽいな多分ねこのマップすごい分かりにくい割にめちゃくちゃ広くて長時間いるとより重くなっていっちゃうのかもしれないですねどこ,ここまで戻ってきましたでこいつをとりあえず丁寧にさばいて OK で鍵も持ってるもんなで お、あ、来ました。よし、はっはあははははっはっはもしかしてさ初めにあの幼女の声ってこいつらだったりするのもしかしてそういうゲームだったのかなこれっておなんか次ドームがあるでドームの中にあやばいやついるなそれはちょっとこいつが全部やったんかなこのはっ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 っ暗くてわからんってだからタフすぎるタフすぎるこいつ何何何 いや、弾全部吸われたじゃん、こいつに。マジかよ。全部弾吸われた。なんだマグナム。あ、マグナム入った。あ、死な、<laughs> どっちにしたらこいつ死なないじゃん、こいつ。ええどこ行った今。ちょっと、はっはっは。もういい。ちょっといいや、これさ。<laughs> なんか深追いしちゃいけない気が起きしてきましたね。これもまたこのゲームの。

あ,あ、倒した倒した倒した。何なのこれゾンビなのかガーゴールなのか。これがなんか和洋折衷ですかね。まあ、和の要素はツインテールの少女ですかロ,ロリ少女。そう考えたら、ちょっと和洋折衷なのか分かんないですけど。これもよく分かんない、オブジェクトかな。何なのこのゲームは。ガーゴールがいる。<laughs> これガーゴールをさ、ね、このゲーム目印にする系 <laughs> ちょっとやるかじゃああ,あ、普通なああ、倒しちゃったな、普通に。<laughs> で、これ、ガーゴイル、2頭のガーゴイルがいて、ザ・ドア・イズ・オー e ン、お開いた。あクリアしたこれで、あゲームクリアですね。ちょっとね、あの、ホラーゲームかと思って始めたんですが、気づけばね、すごい暗闇をひたすら歩き回って探す探索ゲームになりつつね、まあ、えー、ロリの少女がいたりっていう、非常になんか内容の濃いゲームでしたね。やってる僕が一番なんかね、精神病になりそうなゲームでした。いや、これすごかったな。これすごかった。